はい、皆さんこんにちは、島ですけです。今日もやっていきたいと思います。今日のテーマはですね、株ってそもそもどういうものなのっていうのをお伝えしたいと思います。このテーマでですね、いろいろとやってきたんですけど、お金を増やす方法として株、あと不動産とかですね、で投資信託とか FX とか、まあ、国債とかいろいろあるんですけど、そんな今日は株って何なのっていう話をちょっとしたいんですけど、皆さんこう株式って聞いてどんな印象ありますかね。よく言われるのはギャンブル的なイメージとか、一攫千金とか怖いみたいな、結構ネガティブなイメージを持たれがちなんですよ。で、一言で言うと、皆さんが応援したい会社にお金を出資した証明みたいなのが株だと思ってください。例えば創業者って自分がやりたいことを自分の会社にこう出資するわけですよ。そうすると自分が株式をもらって、まあ、株主と経営者が一緒っていうのが会社の仕組みですよね。それが上場企業とか有名なところになると、株主と経営者ってまた別になってる時があります。例えばですね、僕がこういう事業をやりたいんだと、今流行りで言うとタピオカとかですかね、もう遅いかもしれないですけど、僕がタピオカやるので誰かお金くださいって言った時に、皆さんだったらどうしますか。いや俺も出したい出したいっていう人もいれば、いやいやもう今更出せませんよっていう、大体どっちかに分かれると思うんですよ。でこれってですね、結局マネーの虎みたいなのよくあったんですけど、お金出す出さないっていうので、じゃあお金出すよ応援するよっていう代わりに株ちょうだいねって、その会社がもし儲かれば配当金とか株を自分で売った時に利益を得るっていうのがこの株式の仕組みになってきます。特にベンチャー企業とかってすごいアイディアあるんですよ。例えば宇宙事業やりたいとか、不老不死についてやりたいとか、空飛ぶ車作りたいとか、いろいろ数えきれないほどこのベンチャーっていろいろあるんですけど、商品化とかってなかなか難しいじゃないですか。すぐすぐお金にならない事業もあるわけで、そうなった時にアイデアはあるんだけど実現するためのお金がない、じゃあどうしようかなって時に、方法と2つあって、まあ1つ目は銀行からお金を借りる。でも銀行からお金借りると利子もあるし、まあ、返していかないといけないっていうのもあるし、まあ、なかなか銀行も実績ないところに貸しづらいっていうのもあるんですよね。で2つ目に出資、皆さんのように、あそれだったら俺応援したい、じゃあお金出すよっていうのをやっていくと、まあ、出資としてお金もらう代わりに株式渡しますっていうのがこの株式の仕組みですね。でですね、その会社が儲かればさっき言ったみたいな配当金とかでもらえますし、株式を売ってもいいんですけど、デメリットとしては、もしその応援したい会社が全然事業になりませんでした、夢だけじゃやっぱり生きていけないので、稼ぎませんでした、株価が0円です、倒産しました、株価が0円ですってなると、皆さんが出資したお金はもちろん返ってきません。これやっぱり怖いところですよね。で、どこで買うかっていうと、基本的に銀行とか証券会社を通じて買います。正確に言うと、証券取引所を通じて買うんですけど、売ったり買ったり。まあ簡単に言うとですよ、この会社人気ありますとか、人気投票みたいなもんなんですよ。で、やっぱり潰れにくいとか、業績上がりやすいところってみんな出したいじゃないですか、お金。例えばトヨタとかもまさにいい例で、まあ絶対こう潰れにくいところじゃないですか。だから買いたいなっていう人も多いわけで、でも逆に中小企業とか無名なところって、何その会社本当お金出していいのっていうところからスタートなので、まあ、ここがやっぱ難しいところですよね。で株の値段というのが業績によって決まってきます。新しい商品発売した、めちゃくちゃ社会的インパクトあるボン上がったりとかですね。で株持ってると株主優待券とか商品券とか、その会社の商品送られてきたりとかするっていうので、あのアナとかだと航空券が安く買えたりとかですね、そういうのもあるので、まあ自分が好きなところから応援していくっていうスタンスでもいいのかなというふうに思います。まあ、この会社のことは知ってると、なんかこの会社応援したいな、自分普段使ってる商品だから買ってみようっていうようなスタンスで始めてもいいのかなというふうに思います。でですね、本格的に始める人はやっぱ四季報とか言います、こう分厚いのがあるんですよ、会社の特徴とか前期どうだったみたいな、いろいろ書いてるんで。でですね、例えばさっきトヨタの話をしたんですけど、ちなみにですね、今日が令和2年2月22日なんですけど、2揃いの日で、今日今トヨタの株を買おうと思ったら1株から買えないんですよ。これ、まあ、人間の会社になればなるほど最低この株数は買ってくださいねっていう設定されてます。単元未満株とか言うんですけど、覚えなくていいです言葉は。でちなみにトヨタの場合いくらかっていうと100株以上しか買えません。なのでちなみに今100株で78万円ぐらい必要になります。だから皆さんが手元に10万円あってトヨタの株買いたいっても買えない仕組みになってるので、もしこれでトヨタの株78万円で買った、それが100万円とか120万円になって売ったらラッキーというような仕組みになってます。これはまさに株ですね。だから結構先見の明ですよ、この会社は上がっていく、この会社はダメになる、結構見極めがいるところで、結構雑誌とかにあるんですよ、この株買った方がいいみたいなのは。あれって正直当てになりません。やっぱり自分で考えて購入していって勉強していかないといけないので、人の意見というよりは自分の意見まず勉強しましょうということで、今日は株って何なんだろうという仕組みをお伝えしました。まずは興味を持っていただくと
というところからスタートしてみてください。ということでまとめです。自分が応援したい会社、興味がある会社に出資している証明が、まあ、株の正体だよということで覚えてもらえればいいと思います。 Twitter でも情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。あと YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。